してるよ。ちょっと、これ。巻き止まっとるけどね。まあ、とりあえず、ルートとしましては、うん、前回行った時は高速使ったんやわ。うん、で今回は高速を使わんと下道で、亀山から名阪国道を乗って、名阪国道から国道24号線を通って、和歌山の方に出ます。そこからこう、南の方に南下して、御坊市というところに入ろうかなと。御坊市。いうプランになっております。あ、もともそうやろ。これ。電源のところに差しといて。バリバリ取れっから。バリバリ取れっからね。途中で乾電池買えばいいんだもん。ああ。そう、完璧や。寝まさん。届けてきたの。ん？書類なの？え、あ、届けたよ、書類ここ重要やでってことで、無職が確定しましたので行こうか、行こうか、行きますか。